立ち上る湯気が恋しい季節。熱々のおでんやお鍋を囲んで盛り上がる。そして締めにはラーメンなんて人もいるのでは。でもちょっと待った、この寒い時期あったかくて美味しい料理には塩分がたくさん入っていますから注意が必要です。こちらはある会社が行った夏と冬の塩分摂取量の調査結果。夏の1日あたりの塩分摂取量が 9.87g に対し、冬は 10.33g と平均でおよそ 0.5g 増加しています。実はあったかいと塩味を感じにくい、冷めてくると塩辛味が出てくるという感覚の差がありますので、熱々ですと美味しいんですね。けど知らないうちに、塩味を、ね、感じにくいのでたくさん食べてしまうと。じゃあ我々が食べてる熱々のラーメンだったりお鍋とかっていうのは、まあ、そのまま冷めちゃった状態で食べるとすごくしょっぱく感じると。はい、いっぺん冷まして食べてみてください。あしょっぱいなと思うと思うんですね。これ熱々だと美味しく感じてしまうというところもございます。はい、厚生労働省が出している健康な成人の1日あたりの食塩摂取の目標量は、男性が 7.5g 未満、女性が 6.5g 未満です。一般的にラーメン1杯の塩分量はおよそ 5g から 6g、おでんやお鍋も1食あたりおよそ 4g と言われていますので、1食でかなりの塩分を摂取してしまうことになるのです。福岡県はですね、特に塩分が多い県でございまして、男性で 11.7g、 女性で 9.5g ということで、全国でもワーストから数えた方が早い、ちょっと塩分が多い摂取県になっております。やはりうどん、ラーメン、ね、有名な美味しいところたくさんございますし、あと明太子や高菜漬けとかですね、いずれも塩分がすごく多いものを日常的にですね食べている県ですから、塩分を減らす努力をちょっと必要かなというところになっています。塩分の取りすぎは当然体にも悪影響が。まあ、塩分取りすぎることで血圧が上がるというのが一番の問題になるかと思います。塩分を取りすぎると、まずは血中の塩分濃度が上がってしまって、血管の中の塩分濃度が上がるのを薄めようとするために細胞の中から血管の中に水分が移動してきます。これで血液量も少し増えてしまって、血圧が上がってしまうという形で高血圧につながるというところが知られております。高血圧は自覚症状がほとんどなく放置してしまう人も多いそうですが、重大な病気を引き起こすリスクがあるといいます。血圧が上がるっていうことで直接、リスクになるのは、やっぱりもともと例えば頭の動脈瘤があったりとかした場合には動脈瘤が破裂したりとか、高血圧そのもので起こる血管の病気としましては大動脈解離とか、そういった怖い病気もあります。一方で、ちょっと時間を空けて起こるのが動脈硬化になってきますので、動脈硬化がすでに起こっている方なんかは今言った急性期の病気が起こりやすいですし、まだそういう病気がない方も後々狭心症、心筋梗塞だったりとか、そういった血管心臓の病気っていうのは起こしやすくなります。いろんな病気の原因になる疾患にはなりますので、血圧はやっぱりなめずに、まずは生活習慣の見直し、それでも難しければお薬を使った治療というのをしっかり考えるのが重要になります。エスカレートしてしまうと強い病名も並びましたけど、取りすぎるとっていうことですよね。悩ましいところですけどね。食べてもいいんですよね。そう、食べてもいいと思いますけど、甘いですね、量のね、バランスということで。こんな映像を見せつけられて我々の場合ですよ。そうですよね。ということで、高蘭女子短期大学の北原先生に減塩のコツを聞いてきました。ありがとうございます。はい、こちらスープを飲まないということ。厳しい。ちょっと、ね、苦しいですけれども、分かるんですけどね。温かい料理、特に汁物には塩分が多いそうです。例えばラーメンのスープを飲む飲まないでは塩分は数グラム違ってくるということです。そしてお鍋の締めの雑炊、こちらもスープしっかり吸いますので、やはり塩分を控えるためにはやめた方がいい。そっか、財産分かってるんですよ。分かってるけどでもね、セットみたいになるしね、雑炊も。あとはちょっとバランスですよね。食べ過ぎた次の日はちょっと抑えようとか、コントロール
することが大切かもしれないですね、はい、そうですね、はい、とはいえやっぱり食べたいということで減塩の骨その2こちらです、はい、しっかり出汁を効かせたり、香辛料やお酢をうまく使ってその分塩分を抑えてあげるという方法ですね、なるほど。ちなみにおすすめのお鍋はしゃぶしゃぶのようなスープに味がついていないもの、まあ、ポン酢などの酸味で美味しく食べるのがおすすめ。なるほど、なるほど。ちょっと逃げ道を示してくれて、そうですね、ポン酢ならいいみたいな感じ。ポン酢、ね、ポン酢酸味で美味しく食べましょうということね。はい、そして血圧が気になるという方こちら、はい、島松循環器内科クリニックの下園院長によりますと生活習慣の改善がやはり大事です、うん、そうですよね。塩分摂取量を減らすこと、そして野菜果物を多く摂る、うん、BMI25 以下を目指してダイエットする、そして1日30分のウォーキング、ね、お酒を控える、禁煙ということでね、まあ、全て一気にするのは難しいですけれども、ね、少しずつ健康のために心がけていきましょう。ありました。